本来のマグネットブレーキっていうのが磁力を強くするために磁石を、ね、寄せてたんですね、はい、それを、解消するために僕はネオジウム磁石の強いものを作って均等配分したんです、はい、何がいいかと言いますとやっぱり片方によってるとエネルギーがそこに固まるんでスプールが微振動してしまうんではないかと仮定から言ってで僕はこうやって均等配分することによって、まあ、リニアじゃないんですけども、はい、全体的に、まあ、あの気化す、はい、でこれどうなってブレーカーでは電気が起こってるんですね NSNS、はい、それをまあ均等にふわっとブレーカーするんで、飛び方がですね、まあ、まるでエンジンブレーキのようなかかり方のマグネットブレーキが今誕生したわけですね。ですごくあのなんですかね、もう人間のこの感覚に合ったブレーキがかかるんで、で、田中さんが投げたらなんか違和感なくスーッと、はいはい、そういう感じになってます。無名のリールなんですけど、いやいやいやまあ本当に 2.6 のテキサスなんですよ、はい、こんなもんなんですかね。あ、2.6g そんななんですか。いや、もっと重いの投げれますよ。だからわざと、いやいやいや、今の飛びがちょっと、カーリーテールで飛びにくくて 2.6 で飛びにくい、はい、ダブル飛びにくいです。はい、全然糸浮かないですね。糸浮かないですね。一応ね、世界特許のマグネットブレーキシステムなんですけどね、一応 PCT って言って世界の特許を取ってる、はいはい、ちょっと浮きますね、はい、これで終わり。これはどういうことなんですか。ドラグがね、すごい実は良くて、はい、9キロまでいけるし、はい、まあ、こんなスムーズな出方を16m も買うかな。カチカチ言いますね。はい、クリック音付きなんですね、ドラグので、田中さん投げてください。はい、僕構えましょうか。行きますか、そのまま行きます。これで、はい、後ろだけ、後ろだけ、もっと怖がらず、はい、思い切ってどうだぐらいで、すいません、すいません。あ、本当だ、全然浮かない。浮かない。ちょっと心配だったらもう一個だけマグネット強くしてもらったら全く浮かなくなると思います。この前この重量自体がもっとなんかデザイン的なものなのか、もう少し重いものなのかなと思ったら、 3g です、ウェイトは。軽いですか。あのね、アルミの、はい、ダイキャストボディなんで、はい、そこそこ強く作ってますね。で、173g。 アルミでもそういうパーツの作り込みで、はい、そんだけ軽くなっちゃうんですね。で、ハンドルがジュラルミンです。はい、よかったらもう一回思い切ってまーす。あ、こういうことになってるんだ今の。そういうことになってます。で、例の感度が、そう、感度はいい竿ですね、はい、キャンキャンに来ますね、これ。キャンキャンにさらに先を見つけたんですかね。まだちょっと発表できないですね。はい、さらに先を見つけました。まあ、こんなスピードでした。これはおいくらぐらいで今と、スプールが深溝と浅溝2個ついて、はい、32,800円と税金です。で、送料無料で送ってます。genius.jp から、はい、genius.jp から、はい、うわー、これ買うんだな。本当に投げやすいでしょ。ギア比は今どれとどれが、今は 7.3 で、はい、あともうちょっとしたら 8.1 対1と 6.6 対1が出ます。はい、ノーギアはとりあえずはしばらくは考えてない感じで、それ以上下はちょっとまだ考えない、ちょっとうちのメーカーじゃしんどいかもしれない。はい、いや、それ作れるんですけど、でもそこまで売れるもんでもないですからね、はい、ちょっとスルーしてしまってるかもしれない。もうちょっともっといっぱい売れたら作ります。それでもこういう展示会で一人一人がこうやって触ったらハッてなりますね。まあ、これはなります、絶対なります。投げてもらったら僕の勝ちです。投げてもらったら僕の勝ちです。